イスラエル空軍第601飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、各種評価試験や、運用試験を行う飛行隊である。フライトテストセンター、あるいはマナットスコードロンとも呼ばれる。マナとは、ヘブライ語で、センターフォーフライトテスティングを意味するメール、カズニスエティアイサヘブライ語、の頭文字をつなげた語である。第601飛行隊は、 イスラエル空軍において航空機の評価試験を行う飛行隊として1950年代頃から初オール空軍基地及びテルノフ空軍基地を拠点として活動を始めている。この時点では第601飛行隊とは呼ばれておらず単にマナトと呼ばれていたようである。1960年代頃より中東戦争で交戦したエジプト軍、シリア軍などから路角した。 ソ連製航空機のテストなどを行い、1966年8月には、モサドの特殊作戦ダイヤモンド作戦により、イラク軍のミグマイナス -21 戦闘機がイスラエルに亡命してきており、この機体の評価試験もマナトによって実施された。1978年からは、第601飛行隊と解消されているが、任務内容は変わっておらず、1989年10月には、 シリア軍から投降してきたメイ -23 戦闘機の調査を行っている。また、1970年代以降は UAV の評価試験をパルマヒム空軍基地を拠点に行っている。1990年代以降には評価試験に使用するため少数の F-16A-C-D 戦闘機が標準配備されるようになり、 1998年から1999年にかけては、当時最新鋭の F-15IRA、AM 戦闘攻撃機も一時的に配備され、評価が行われていた。その後、第601飛行隊の専属装備として F-15、I-201 号機の配備が続けられている。2000年代に入ると、F-16 の最新型である、 F-16 アイスフ戦闘攻撃機も1機が専属配備されている。また、第601飛行隊では航空機搭載用の機材やミサイルなどの評価も行っており、ラファエル社製のパイソンソラ対空ミサイル、AGM-142 ポップアイソラ対地、ミサイル、スパイス誘導爆弾システムなどの試験を行ったと、される。ありがとうございます。